安倍内閣の政策の柱である一億総活躍の担当は総理補佐官も務めていただいた宮越大臣にお願いします。政治経験も豊富で調整能力の高い方ですので、沖縄北方対策、消費者政策、さらには行政改革、公務員制度改革などの重要課題を数多くご担当いただきます。同じく内閣の最重要課題である地方創生の担当大臣は片山さつきさんです。旧大蔵省出身で政調会長代理も務めた政策通であるだけでなく、フットワークも軽く超人的なガッツの持ち主でもあります。今回女性の入閣は一人だけですが、二人分も三人分もある持ち前の存在感で女性活躍の旗を高く掲げてもらいたいと思います。今回はそれぞれの政策分野一筋で経験を積んできた、いわばその道のプロにもたくさん入閣いただきました。岩屋防衛大臣は防衛政務官のほか、国防部会長、安全保障調査会長を歴任した安全保障の専門家です。 IT 担当大臣の平井さんも党において IT 戦略特命委員長を長年務めてきたこの世界の第一人者です。吉川農水大臣は農業が盛んな北海道の出身、農水副大臣も経験した農政通です。同時にこれまで党にあって農協改革の取りまとめや TPP 欧州との EPA の対応を進めてきた方であります。持ち前の改革マインドで農林水産新時代を切り開いてほしいと考えています。自民党では毎日さまざまな部会などにたくさんの議員が集まり、朝早くから活発な議論を交わしています。その中からさまざまな政策を磨き上げていく、マスコミにもほとんど取り上げられることのない地味な世界でありますが、そうした中で経験を積み、専門性を高め、そして政治家に求められる高い調整能力を兼ね備えた人材、単にアピールするだけでなく、政策を確実に実行できる人材、まさに異物主義の人材が自民党にはたくさんいます。未来をしっかりと見据えながら新しい国づくりを力強く進めていく、そのためには新しい発想力を持った次の時代を担う皆さん、華やかな表舞台の裏で地道に能力の研鑽に努めてきた皆さんにできるだけ多くのチャンスを作っていくべきだ、そう考えます。この内閣はそれぞれのポジションで腕を磨いてきた実務型の人材を結集しました。いわば明日の時代を切り開くための全員野球内閣であります。しっかりとした政権の土台の上に12人の初入閣の皆さんには、これまで培ってきた経験や知見を思う存分発揮していただきたい。共に平成のその先の時代に向かって希望にあふれ誇りある日本を築き上げていきたいと考えています。新しい安倍内閣のチャレンジに国民の皆様のご理解とご支援を賜りますようによろしくお願いを申し上げます。私からは以上であります。それでは皆様から質問をいただきます。質問は所属と名前を明らかにした上でお願いをいたします。まず幹事社の質問からどうぞ。日本経済新聞の島田です。幹事社として質問いたします。内閣改造党役員人事についてお伺いします。党役員人事では総務会長に加藤氏、選挙対策委員長に甘利氏を起用しました。いずれも政権発足時から総理を支えた側近盟友という顔ぶれになっておりますが、起用した理由について教えてください。合わせて内閣の顔ぶれでは総裁選で総理を支持した議員の方が中心で、石破氏を支援した議員からの起用というのは一人にとどまっております。
参院選に向けて挙党一致の体制が整ったと言えますでしょうか。合わせてご見解をお伺いします。先の総裁選挙におきまして、私は平成のその先の時代に向けて、まさに歴史的な転換点を迎える中にあって、新しい国づくりをスタートしていくと訴えてきたところであります。そしてその挑戦をお約束いたしました。そして新しい国づくりにチャレンジするにあたって、しっかりとした土台の上に、できるだけ多くの方々に活躍するチャンスを持ってもらいたい、与えたい、このようにお約束をしてまいりました。今回はまさに全員野球内閣として10人の方に初入閣をしていただき、存分にその培った能力を発揮していただきたいと考えておりますが、大前提は政権のしっかりとした土台の上に新たに入閣をしていただいた皆さんがその能力を発揮していただきたいと、こう考えていることであります。中でも党の4役はですね、全員野球内閣が全力投球をするための土台中の土台と言ってもいいんだろうと、こう思います。二階幹事長、そして北岸田政調会長に引き続き支えていただくとともにですね、政府や党の要職を歴任し、政治経験が豊富な加藤総務会長、甘利選対委員長にも加わっていただいたところでありますが、甘利さんはですね、安倍内閣発足時に、経済財政政策を担当し、まさにアベノミクスをスタートする上において各省庁と連携を取りながら党とも調整をし、大きな能力を発揮していただきました。また TPP を合意に導く上においてですね、アメリカとも相当タフな交渉をしていただいた、そうした実績、手腕、調整能力、これは党内でもほとんどの方々がですね、高く評価をしておられるのではないかと思います。来年はまさに重要な参議院選挙もあります。その前には統一地方選挙もあります。それにふさわしい人材であろうと、こう思うわけでありますが、多くの方々に、党内においても賛同していただけるのではないかと思います。また、加藤総務会長はですね、いわば初めての、党の要職ではありますが、内閣においてですね、長らく官房副長官を務めたのでありますが、同時に、一億総括施策担当大臣、あるいは働き方改革を進めていく上においての厚労大臣、相当難しいチャレンジだったと思いますが、私は法律を成立をさせ、そうした法律をさせるというのは相当調整能力がなければできません。新しい改革ですから、そういう調整能力においては、これもですね、まさに多くの方々に彼の調整能力は評価していただけると、このように思います。そうした意味で、いわば党の土台として支えていただきたいと、こう思い雇用させていただいたわけであります。今回の党役員人事においても、また内閣においても、まさに適材適所でそれぞれ人材を適用させていただいた、雇用させていただいたと考えています。また山下法務大臣でありますが、先ほど申し上げましたように当選3回ではありますが、まさに県議として経験を積み、法務行政にも明るい、また法務大臣政務官としてもですね、しっかりと経験を積んできた、この人が私はふさわしいんだろうと。例えば、来年においてはですね、外国人材にかかる新しい就労資格の創設など、法務行政が大きく展開をしようとしているときに、若くて高い能力を有する山下大臣にはまさに適材であると考えております。この点においては、総裁選において誰に投票したかということは全く考える余地はなかったということは申し上げておきたいと思います。安倍内閣にはこれまでも山本農林水産大臣、あるいは斉藤農林水産大臣にも加わっていただきましたが、それぞれ、適材能力のある方に、日本のために汗を流していただいているございます。その上でですね、人事がどうであれ、来年の統一地方選挙、参議院選挙においてはですね、党一丸となって必勝を決すべきだということは何人までもないだろうということであります。最も重要なことはですね、結果を出していくことであろうと思います。まさに全員野球内閣で国民のために結果を出していきたいと思います。